チャージマン兼、キャラクターモデル、テスト動画。右前、泉、兼、本作の主人公で、普段は普通の少年だが、事件が起こると光の力で、地球の味方、チャージマン兼に、変身する。前中央、泉、キャロン、兼の、妹で、泉家では唯一の金髪である、おしゃまな美少女。激しい動きをすると、スカートが破綻します。前左、チャージマン兼、泉兼を、改造したモデルです。後ろ右、魔王、ジュラル星人の、王様。他のジュラル星人とは異なる姿で、二つの目と長い鼻が特徴。地球を、侵略し、滅びゆくジュラル星から仲間を、呼び寄せて地球を支配するために。凶悪な作戦を繰り返す。後ろ中央、ボルガ博士。第35話に登場した西ドイツの科学者で、ジュラル星人に銃殺され、改造により頭の中に爆弾を仕掛けられたかわいそうな人。後ろ左、ジュラル星人、地球人が、地球の植物をジュラル星に植え付けたため、生態系が破壊され滅亡寸前となり、そのため、ジュラル星に代わる星として、地球を侵略し、地球人に対し復讐する目的で、ジュラル星からやってきた。おまけ。